昨日はね、映画も見てきていろいろと、感じることはありましたけどもね、今日はそのいろいろとその今までずっと自分がやってきた中で、映画なんかでもそうですね、いろんな人の顔とかキャラクター出てきますよね。でキャスティングするときにこの登場人物の顔をこういうふうに作って悪者にするとか英語にするとかいろいろあると思うんですけど、この今現時点のこの日本の今の社会の社会で の, その第一印象とか第二印象とか、SNS でいうとこういう配信もそうだし、プロフィールもそうだし、いろんな部分で顔っていうのはその会う前からですね、ある種ちょっと傾向値的に嫌われる顔か信頼される顔かっていうのはやっぱりデータとしてやっぱり出てるんですね。でそれはじゃあ生まれつきの顔どうなんのということになるんですけど、生まれつきであったとしても要は顔っていうのは変わっていけるんですね。いわゆる口角ってね、口角僕よく言うんですけど、この口角のこのラインをリップラインで取るときに、ここの口角はこう書くんですよとか言いながらですね、ダジャレを言いながらやるんだけど、要はここの口角が本当に下がった状態だけでもこれは非常に嫌われる顔のポイントとして強くなる。信頼されるとか、嫌われるとか好まれるとかをね、好まれる顔はどちらかというと男性型の顔は嫌われるんですよ。ちょっとこういう歌がちょっと語弊あるか分かりませんけど、いわゆる今現時点ですよ、傾向値としてはどんな顔かというと少しこう女性型の顔で柔らかい顔雰囲気、そしてちょっとフェミニンな感じでね、可愛らしい感じの顔の印象で、それってもう生まれつきは変わらへんと思われがちですけど、そうでもないんですね。それは何かというと、例えばこの顔をこうストレートにラインとしてこうゴツゴツしたラインをボンボン出すっていう、こういうパーツでいうと眉がきつくなったりとかですね、目元をアイラインを引きすぎて横に引っ張るとか、そういうことだけでも非常に印象が変わりますし、例えば僕が、最近こうメガネ変えたんですけどね、いろいろ変えて、このメガネ一つでも実は印象変わるの分かっていただけると思います。これは自分の好みでいろいろやったりね、専門家に言うとあなたの顔にはこんな眼鏡が合いますよとかっていろいろと付け替えやってくれると思いますけど、ある部分ちょっとこう意識としては丸みのある、僕は今まで丸みが嫌だったんですよ。だからこういうちょっとこうアイラインで言うとこうラインがこっと上上がるような感じ、こんなんつけてたんですよ。でこれ自分はよくれとしていろいろやってたんだけど、やっぱりいろいろとこの情報を見ていくとやっぱり好まれるとか、今のそのフィット感、人の心にフィットするようなイメージでいうとやっぱり少し癒しの、ラインが必要なんですね。でこれきついですよね。だけど一応持ってますけどね。で最終的に今こうやって大きなメガネになって、でこのメガネの色をこれブルーですけど、どんだけ色を付け替えるのか、これ緑なんですよ。でこれもちょっと多少緑っていうのはもちろん癒される色っていうこともあるんで、これちょっと意識しながらやってます。でこんなふうにしてちょっと丸みがあるだけで、実は女性の場合のメイクでいうと目元を丸くするという、作り方、こういうのもアイラインとかマスカラとかアイシャドウの塗り方で十分できるんですね。でそれを目元を丸くするようなメイクを、ぜひやってもらいたいっていうのがやっぱりちょっと最近つくづく思ってます。そうするとですね、やっぱりその、もうまずその能力がどうのこうのという前に、やっぱりこれからは協調の時代っていうか、こう嫌われないように、やっぱり信頼関係とかっていうのはあると思うんで、まず第一印象の中で嫌われない顔をやっぱある程度意識しておく、これすごく大事だと思います。そういうことで、嫌われないということはある種その人に人望が集まるとか人が集まるとかっていうことがあるんで、そこには有能な仕事、リーダーシップ的な仕事ができるんじゃないかっていうところまでね、期待されるということになります。だから、僕はちょっとたまにですね、仕事できるようなちょっと凛としたねメイクもしたらどうっていう方に、そういうメイクを勧める場合もあります。それはもちろんその、きちっとできるっていう意味での部分ですよ。だけどそのメイクだけでやったらやっぱりちょっと怖いという印象があるので、少しはですね、柔らかい印象と中立の印象、いろいろとこうメイクで作れるようになってもらえたらいいかなということを最近ちょっと思ってきまして、一番やっぱりその信頼される、ベタな話か分かりませんけど、やっぱり信頼されるとか嫌われないお顔というのはやっぱり口角が上がってて笑顔であること、笑顔というのは目元がちょっとこう縦に広がるんですね、パッとこう目を開けるような状態、この
この印象だけでですね、ものすごくやっぱりポイントが高くなるということがデータで発表されています。だから本当に1ミリ、本当の1ミリですけど、目が切れ長になるだけでちょっとこう冷たく見えたり、縦に広がるだけでちょっと柔らかくなって、実はその信頼される、印象が高くなると。まあ、全てではないですよ、ないですけども、そういうことが、まあ、傾向値として言われているということを今日はちょっとお伝えしたかったので、嫌われる顔と信頼される顔ということでやりました。まあ、中身は大事だと、まあ、もちろん言われるんですけど、中身は後から、じっくりと、伝えていけばいけることなんですけども、もうこんだけやっぱりね、時代のスピードが速くなってくると、もう本当にこの SNS 見てるだけでもう合わんとこっていう気にもなるパターンがありますからね。まあ、って僕も転売ミスはやりながらですね、どう思われてるか分かりませんけど、まあ、多少はそういう部分で、メイク師として、話をする上で、やっぱ顔っていうのは、顔作りっていうのはそこまで意識していくと、昔であればその趣味でメイクをしてるっていうイメージでしたけど、今は僕はこれ表現能力のスキルの一つやと思ってますんで、まあ、ぜひですね、この表現能力ってことはもうコミュニケーションにも伝わって、つながっていきますしね。やっぱりこれ、まあ、いつもちょっと企業の方には言うてるのは、やっぱりその今もう女性がどん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 進出して、女性がもう企業の中でこう活躍する場になってますからね。そうなってくると、女性が元気になるための、まあ、顔作りっていうのもこれ一つの業績アップにもつながるし、ということで、もうメイクの作り方っていうのは本当の奥が深い。もう1ミリ、本当の1ミリ、もう1ミリで本当に変わるということがね、随分と僕はもう実感しておりますんで、今日はそういう話をしたかったということです。